はい、どうもきみまろです、えー、先日この MacBook Pro13 インチにおける動画編集の処理速度パフォーマンスというところについて動画を公開いたしました、えー、その中でどうもねこの動画の編集の処理速度が重くなることが多いというお話をしたところ、えー、たくさんのアドバイスコメントをいただきましたアドバイスをくださった皆様コメントをくださった皆様どうもありがとうございます外部の eGPU を増設する方法であるとかあとはプレミアプロ自体がですね 結構処理速度が重くなるんじゃないかということでアフターフェク s とかファイナルカットプロとかまあ、そういった別のねソフトウェアの方が早いよというふうに紹介いただいた方もいらっしゃいましたしあとはちゃんとね電源をつないだ状態で、えー、やった方がいいんじゃないかとかそういったたくさんの提案をいただきましたその中で一番多く頂い,いたのが外部の ssd そそもそも繋ががなない,いいいいい方んじゃないっていうアドバイスでしたねはい、こちらの外部の SSD これをつないで編集しない方がいいんじゃないかというお話でした ちょっとね心当たりはあったんですけどやっぱりこれかという感じで先ほど言った通りいろんなアドバイスを頂い,いたんですけどまずはこの一番コストをかけずにできる処理速度アップというところであれば、えー、まずこの外部の SSD を外してしまうというところから始めてみようかなと思いましてちょっとこれで試してみました結果からお伝えしますと処理速度は速くなりました、はい、やっぱり問題の一つはこれにあったんじゃないかっていうのが分かりました以前の動画で動画を立ち上げた時のスピードが遅いであるとかあとは飼育バーにプレビューがついてこないであるとか、まあ、そう て問題ががあっっっったたたたんですけどどそののりううなったかっていいをちょっと実際にご覧いただければと思います以前の動画で紹介した時はこちらの再生ボタンを押してから実際にシーケンスが走り出すまで再生するまでに大体23秒ぐらいかかるってお話をしたんですけども、えー、今回この本体の SSD に素材とキャッシュを移した状態で再生ボタンを押すとどうなるかっていうのをちょっと見てみたいと思いますじゃあ押してみます わかりますかね。もう一回やってみましょう。これでもいいのかな。<laughs> こんな感じで、以前まで二三秒かかっていたものが。再生ボタンを押してから、一秒足らずで、動画が立ち上がったと思います。本体に動画の素材とキャッシュを移すと、再生の立ち上がりは改善された感じがしますね。 こんな感じですあとシークバーをカーソルで掴んで移動させても動画がプレビューがついてこないという問題があったんですけどちょっとそれがどうなっているかというのもちょっとご覧頂ければと思いますいかがですかね はい、こんな感じでシークバーを動かした時に動画がついてくるスピードっていうのは若干はちょっと改善されてるかなって感じもあるんですけど掴んで動かしてから動画がついてくるまでちょっと若干のタイムラグっていうのは相変わらず発生してる感じです23秒まではいかないですけど若干時間がかかってるっていう感じはしますねちなみに今再生時の解像度ここの設定は1 2分の1にしていますこれれをを解像度を下げれば 当然このプレビュー部分の画質っていうのは下がるんですけども処理速度は若干上がるのでちょっとそれがどうなるか試してみたいと思います4分の1にしてみます再生ボタンを押してみます再生スピードはそんな変わらないですねあとはシークバーを掴んで動かしたときに動画がちゃんとついてくるかこちらの検証もしてみたいと思います こんな感じですね。もう一回やってみます。ほんの少しだけ動画がついてくるスピードが速くなったかなって感じはしますけども、やっぱりシークバーを掴んでから動画がついてくるまでに若干のもたつきがあるっていうのは感じます。あと今ここにテロップが入ってるんですけども、ここのテロップを編集するときにこれをダブルクリックするとこういう画面が立ち上がります。 これはテロップを編集する画面なんですがご覧のように手前にテロップがあって後ろに後ろに流れている動画動画自体もプレビューがここで走ってる状態になってるんですね実はこれをここの目のアイコンっていうのをオンオフすることによって動画が出たり消えたりしますでなんかこのプレビューをオンの状態にしてテロップの編集を終了して再生すると動画編集するここでもちょっともたつきが出ちゃうらしいんですよね テロップの位置を確認するっていうので、まあ、一時的にこのように背景の動画っていうのも出した方が編集はしやすいと思うんですけどテロップの編集が終わったらここの目のアイコンを押してテロップ編集時の動画のプレビューをオフにした状態でテロップ編集を終了して再生すると動画編集すするののがもごい非効率なな感じに若干はスピード改善される。 今のテロップ編集のところでは大幅な高速度改善というのは確認できなかったかもしれないんですけど、まあ、先ほどの目のアイコンあれをオフにすることによって多少動画のプレビュースピードも上がると言われています続いて動画の書き出しスピードを見てみます前回この20分ぐらいの動画がだいたい18分ぐらいで書き出しができたんですけども本体の SSD に素材とキャッシュを移し替えた時に書き出しスピードがどれぐらいになるかっていうのもちょっと測ってみたいと思いますでは書き出し Startup. はい今動画の書き出しが終わりまして20分の動画が18分43秒ということで動画の書き出しスピードは外付け SSD にしていても内部 SSD にしておいても全然変わらないですねはいこんな感じで外部の SSD をつながない状態で編集すると、まあ、若干ですがスピードの向上っていうのは見られるようになりました、まあ、もしかしたらね詳しい方にとってはこんなの当たり前でしょうって話かもしれないんですけど最初に、ね、MacBookPro を購入した時であるとか前回の動画を撮った時っていうのはそのあたり不勉強だったりしたので まあ、たくさんのね、意見に助けられたという感じではございます。あとね、まあ、そもそも外部 SSD を使わず、最初から Apple のね、BTO で、この本体の方の SSD を拡張して増設すればよかったんですけども、今これ2 5 6イトを積んでるんですけど、これを倍の5 1 2イト要はプラス2 5 6イトを追加するってことですね。そうやると22000円ぐらいかかるんですよ。まあ、ちょっとやっぱり純正ね、若干高いんですよ。それに比べて外部の SSD、こちらサンディスクさんの 500GB バイトのものなんですけど、これで一万円で済んじゃうんですよね。実質四分の一ぐらいの価格で買えてしまうということになりますよね。BTO で五百十二ギガバイト積もうと思ったら二万二千かける二なんでまあ四万四千ぐらいかかるっていうふうに考えると五百ギガバイト追加してアマゾンで一万円ぐらいで買えてしまうので、で考えたら今四分の一で済んでしまうということになるので、そんなわけでこの外部の SSD を買って最初からこれを本体につないで外部に素材とキャッシュを逃がす形にして動画編集をしようっていうのは。 まあ最初の購入動画のところでもお伝えしたかもしれないんですけどそういう想定でこれを買っていました。 動画素材が結構容量を食うので、こういう外部に逃がしてそこで編集して、本体の SSD の容量を開けた状態で編集するっていう想定で使っていたんですけども、例えば前回紹介したその MacBook 購入時の動画、これが全部で動画の尺としては20分ぐらいあるんですけど、まあその分ね、何倍も素材っていうのを用意しているんですけど、でもう20分っていうのは一番最長の動画になるんですけど、それでも動画の素材全部合わせて 30GB ぐらいなんですよ。この本体の s s d 2 5 0 ギガバイトの中の30ギガを使ってそれで動画編集をするっていうだけなので本体の SSD の容量をそこまで占有しないっていう風な感じもあるので今後はね動画1本編集するのであれば本体 SSD の方に動画の素材とキャッシュを入れた状態で編集した方が編集スピード自体は上がるんじゃないかなっていうのを改めて感じました。 その後は編集が完了した動画素材一式、ここでいうガバイトその一式をこの SSD の中に移し替えておけば、また本体の SSD 自体は容量が大量に空きますので、そこに新しい動画素材入れていって、次の動画を編集するってことができるんじゃないかなと思って、ちょっとね、今後はそういう運用に変えていこうかと思ってます。でもね、このサンディスクさんの5 0 0イトの外付け SSD、まあこちらも5 0 0イトというね、大容量で、しかも結構ね、耐久性もある作りになってるらしいので、これで1万円だったら、 まあ普通にこれは外部 SSD としても高パフォーマンスなんじゃないかなと思ってますが、まあ、こんなコンパクトだしね、まあ、この外付け SSD としてのパフォーマンス自体はこれはとてもいいんじゃないかなと思ってこれは皆さんにもおすすめしますはいこれが MacBookPro の動画編集が重いい時の一つのつ改善策でございましたあともう一つ前回の動画で困ってるんですってお話をしたのがこちらの MacBookPro を 閉じた状態でいわゆるスリープ状態でしばらく経つともう半日ぐらいでバッテリーが半分以下になってしまうというようなバッテリーが急速に減ってしまうというお話をしましたこれに関しても皆様からたくさんのコメントとかアドバイスをいただきましてで一つの解決策が導き出されましたプレミアを立ち上げた状態でスリープするとバッテリーは減ってしまう おそらくこれが問題だったみたいです。で、今回やったのは、プレミアは一旦閉じて、半日ぐらいね、使わない場合は、プレミアは一旦閉じて、それでスリープ状態です。それで再び画面を開けると、容量自体はこんな感じで、 90以上残ってます、はい、実はこれね半日とかではなくてプレミアを終了させた状態であとライトルームとクロームは立ち上げた状態だったんですけどその状態で丸2日間充電もせずにバッグの中にしまっておいたんですけどもそれでも90%以上バッテリーが残っていましたなので、まあ、プレミアを立ち上げた状態でスリープさせると非常に眠りが浅くなるっていうのが、えー、分かりました逆に言うと先ほど言った通りライトルームとかクロームこれらを立ち上げた状態で で、ディスプレイを閉じておいたら、ちゃんとスリープ状態は機能するっていう風にも捉えられますよね。プレミアがやっぱりバックグラウンドで何か処理を勝手にしようとしてしまってるのか、常に待機状態でいるのかわからないんですけども、うん、眠らないアプリプレミアっていう感じですよね？ そういったわけで動画編集の処理速度が重い時の問題あとはスリープ状態にしていてもバッテリーが減ってしまう問題この2つは多少改善されるようになりました、えー、皆様のおかげですありがとうございましたこのチャンネルではこのように MacBook Pro やあとは他の Apple 製品のレビューとかっていうのも今後もお送りしていきますのでよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますこの動画が良かったらいいねとかあとは何か気になることがありましたら動画にコメントとかいただけると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう バイバーイ